ジョナサン・バトラーは、南アフリカ・ケープタウン生まれ、二度のグラミー賞ノミネート歴を持つポップス、フュージョンのシンガー。南アフリカ・ケープタウンに生まれる。アパルトヘイトの環境下に育つ。音楽を巡業する家族の下、16人、家族、7人兄弟の罰子として生まれる。このような家族の環境で育ち7歳の時には、ステージに上がり歌や弦楽器を弾き始める。 そして13歳の時イギリスのプロデューサー、クライブ・カルダーの目に留まり、彼のジャイブレコードと契約。1980年代前半より、ジャイブの本部がイギリスにあったために、イギリスに移り17年間滞在する。後に、イギリスを離れ、現在は、ロサンゼルス在住。1985年にアルバム、イントロデューシング・ジョナサン・バトラーをリリースし、メジャーデビュー。 このアルバムはインスト曲を中心とするが次のアルバムジョナサン・パドラーではボーカル曲を大きくフィーチャーしポップシーンにおいて名を挙げるシングルナイツがヒットし全米ビルボードチャートにて25位を記録同曲にて彼はグラミー賞にノミネートされる2006年アルバムゴズ・ペルゴーズ・クラシカルのプロジェクトにボーカリストとして参加このアルバムは ビルボードにおけるゴスペルチャートにて2位、クラシカルクロスオーバーチャートにて3位をマークした。結果として、アルバムからの曲、Going Home にて、彼は再びグラミー賞にノミネートされた。彼は、マーキュリー、N2K, ワーナー、ランデブルと移籍していく。2007年には、クリスチャンミュージックレーベルのマラナサ。より、ゴスペルミュージックのアルバム、Brand New Day を発表。 同年10月には南アフリカでの行われたライブアルバムライブインサウスアフリカを発表した。2008年ゲストシンガーとしてジョージ・デュークのアルバムデューキー・トリーツに参加。アルバムからのトラックスーダンではコティーナ・マリーと共にダルフール・紛争の悲劇を歌っている。自らのリーダーアルバム以外にもジャズ系ミュージシャンへの楽曲提供や 他のアーティストのアルバムへのボーカリスト、ミュージシャンとしての参加が多数ある。本国の南アフリカ、アメリカのみならず、ヨーロッパや日本、他のアフリカ諸国でも精力的にツアーを行い、近年では2013年に来日公演を行っている。ありがとうございます。